こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いします。まずは夏にぴったりな涼やかな衣装ですね。はい、今日はソーダストリームということで、炭酸にちなんで水玉の、ちょっと映像だとわからないかな、水玉のワンピースにしてみました。じゃあシュワシュワ弾ける泡のイメージですね。泡のイメージですね。はい。いいですね。とっても素敵です。はい、ソーダストリーム新製品の発表です。どうぞ。うわー、じゃじゃん、ソーダストリームアート8月4日発売開始です。ありがとうございます。無事に出ましたね。よかった。ソーダストリームアート8月4日発売開始ということで、ソーダストリームの新製品アートが本日から、はい、ビッグカメラ、ヨドバシカメラ、ヤマダ電機など各販売店、そしてソーダストリームブランドサイトで発売開始となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうおなじみですね、はい、平野さん。おなじみで、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さっき見ていただいて可愛いっていう声も、はい、いただいたかと思うんですが、ちょっとどっかレトロでも斬新っていうのがまさに、今のトレンドだったりするんですね。で、今キッチンでこれどんな風に、映えてくれるのか、少しちょっと動画にまとめましたので、はい、ご覧いただければと思います。こちらお願いします。When your customers' kitchens are designed with elegance, class, and style, they deserve nothing less than art. Introducing the new SodaStream Art. With a sophisticated look for consumers who are passionate about design. A new carbonating lever that provides consumers with the ultimate sparkling drink-making experience. Our innovative cylinder, Quick Connect,for simple one-click replacement. And a dishwasher-safe carbonation bottle, made for easy cleaning. Give your consumers the sparkling water maker they desire and create new, exciting opportunities for your business.The new SodaStream Art.The art of making fresh, sparkling water. はい、ありがとうございます。めちゃくちゃかっこよかったです。はい、映画みたいでした。行ってみます。はい、お願いします。行きます。あ、もう軽いですね、レバーが。3。もうちょっとやっときます、ね、いいですか。いいですよ。これやりたくなっちゃいますね。でもまあ最高が5回ってことですよね。そうですね、5回ぐらいで、いつものこのタッチだと3と2で5回ですもんね、うん、はい。これはもう最近もう朝も娘が入れてくれるので、うん、うちではまたちょっといいですか。いいですね。いいですね。ありがとうございます。いただきます。どうぞ。うん、うん、今日です。今日の生炭酸美味しい。どうですか、このレバーになったことによってより子どもたちも楽しめるかななんて思うんですが。そうですね、より順番が、ね、回数が押せる分取り合いにならないというか、順番子にできますね。今日も朝2にするか3にするかっていうので、やっぱ下の子はまだあんまり分かってないんで、うん、一斉のせって言っとけば自分も押した気になってるから二人で押したことになってるんで喧嘩にならないんで、お姉ちゃんと二人で押してくれてます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、パイナップルアイスティーソーダ、うん、スイカマスカルポーネソーダ、あとは梨と緑茶のソーダの3種類のアートドリンクをご紹介いたします。あ、パイナップルもスイカも梨も大好き、大好物です。めちゃくちゃ美味しい。うん、フレッシュですね。自宅で飲まれている昆布茶入ってますけれども、うん、どうですか。ちゃんと、はい、風味もしますし、うん、パイナップルの味もちゃんとしますし、美味しい。ごくごくいっちゃう。これね、スイカこのまま乗っけた方が絵になりません。
いけるかな。いきます。いただきます。ああ、こういうお味で、はい。グラスに塩がついてるということですが、どうですか、塩との。ちょっと塩ついてるところ。うん。あ、お塩との相性抜群ですね。やっぱスイカとお塩の相性がいいので、めちゃくちゃ美味しい。さあ、そして最後はアートドリンク、梨と緑茶のソーダです。いただきます。果汁がシャキシャキしてて、なんか飲み物なんですけど食べ応えもある感じです。一押しを選んでいただきましょう。お願いします。これ全部好きです。1番、うん、どうしよう。1番をちょっと掲げていただいて、これどれも全然パターンが違うので、あ、でも今こう体に染みたのは梨かな。でも全部美味しい。でも1個ですよね。1個選ぶとするならばこれかな。梨。梨。梨と緑茶のソーダに決定いたしました。美味しいです。どうですか、一押しポイントってどの部分になりました。梨って感じがします。なんか食べ応えもあるって一言おっしゃってましたけれども、そうですね、うん、緑茶、言われてみれば緑茶感っていうぐらいで、ほとんどなんか梨 100% な味がします。もう梨と一緒にこう暑さ対策していただけるんじゃないでしょうか。歴代のソーダストリームを見てきましたが、今回のおすすめはやっぱりこのレバーですかね。あの新しさの中にこのレトロ感が出るこの レバーが、私がこうもうちょい本当に重いと思ったんですけど、すごくソフトに軽くプッシュできたので、こうあの今までのこのプッシュ式ともまた違う楽しみ方もできますし、うん、あのコンセントもいらないのでね、ぜひバーベキューとか夏される方がいたら車にこうちょちょっと乗っけて一緒にお供してくれたらなと思います。今回のソーダストリームアートは本当にいろんな方に楽しんで作っていただける炭酸マシーンになっているなと思いました。本当にコンセントいらずでいろんな旅にも持って行ってもらえますし、子どもたちのこう、ね、順番こにプッシュできる楽しみ方もあったりとか、いろんな楽しみ方があると思います。ぜひ皆さん今回のこのアートもぜひ好きになっていただけたらなと思います。プレゼントにも最適ですね。夏お誕生日の方どうぞプレゼントで買ってください。シーンみたいな。ありがとうございました。